ブルネーの地形図ブルネーの地理では、ブルネーの地理について記述する。ブルネーは、東南アジアに位置し、南シナ海に面し、マレーシアと国境を接する。座標は、北緯4度30分統計114度40分、北緯4.500度統計114.667度、4.500114.667である。 ブルネーはマレーシアと4 8 1 3トルにわたって国境を共有し、海岸線長は1 6 1トルである。国土の大半は平坦な海岸平野となっており、東部は山地、西部は丘の多い低地である。国土の最低地点は海面と同じ0メートル、最高地点はパゴン山の1 8 5 0ルである。 ムアラからプカンツトンにかけての海岸部に終局給料があるが標高は高くない。国内の主要河川には、テンブロン川、ブルネー川、ツトン川、ブライト川があり、流域に湿地を、河口にマングローブ林を形成する。ブルネーの気候は高温多湿であり、平地は熱帯、高地は大雨を伴う亜熱帯湿潤気候である。首都、 バンダルスリブガワンの気候は2つの季節を持つ熱帯気候である。寒気は非常に暑く24摂氏36度ほどである。雨季は主に暖かく湿潤な気候で20摂氏28度ほどである。ブルネーの天然資源には石油、天然ガス、木材が挙げられる。2003年の統計では原油の15%、 天然ガスの85%を日本に輸出している。ブルネイにとって日本は最大の貿易相手国である。総面積は5765平方キロメートルで、陸地が5265平方キロメートル、水面が500平方キロメートルである。総面積はイギリスのノーフォーク、日本の三重県と同じくらいである。土地利用は2005年現在、高地が3.6%。 森林が52.8%となっている。灌漑面積は2003年現在10平方キロメートルである。ブルネーはインド洋と太平洋を結ぶ重要なシーレーンである南シナ海に面する。この二対応は地形的にマレーシアによって隔たれる。ブルネー政府による主張ではとしている。台風、地震、大規模な洪水は極めて稀である。 ブルネーは関体平洋火山帯に含まれる。直近の環境問題としては、インドネシアの山火事に起因する季節的な煙やモやが挙げられる。ありがとうございます。